ごきげんよう、ごきげんトークの宮崎豊です。今は2022年、4月の9日土曜日の夜の10時前です。いやー、今、村田亮太選手のボクシングの世界ミドル級統一戦が今終わったところです。いやー、実にいい試合でしたね。村田亮太選手、最初は左ボディ、右ボディで相手をぐらつかせましたね。ブロフキンもぐらっと来て、これ村田亮太選手いけるのではないかって、そんな場面がありました。徐々にですね、後半になるとブロフキン選手が巧みなパンチを村田選手で見せてきましたね。それでもダウンする前はまた亮太選手も反撃をしてですね、これうまく一発当たったら逆転するかなという場面がありました。でもさすが世界一の、まあ、ミドル級でずっとほとんど負けたことがないというですね、ブロフキン選手強かったですね。判定で負けた試合を見ましたが、あれもほとんど負けてなかったと私は見たんですがね。ですから、まあ、無敗と言ってもいいのではないかと思います。それを村田亮太選手はかなり追い詰めた。まあ、この会場もすごかったですね。各地で村田選手をガーッと応援した。あの力もすごかったです。でも試合が終わった後は、負けましたけど、なんかいい試合だったなと思いますね。これだけこう緊張して、こう皆さんが興奮して見つめたボクシングも、まあ日本ではそんなになかったと思います。まあ最高のボクシングの試合でした。まあこれ勝てればもうって言ってなかったんですが、でもこれでファイトで全力尽くして、もう村田亮太選手の力を出し尽くしたところに、まあ、この試合良かったなと思いますね。まあ村田選手が言ってました、まあ、オリンピック金メダル取った時も、その時からもうこのブロフキン選手とやりたいと、まあ、夢のような人だったと、まあ、それを日本に来て戦ったというんですから、まあ今夢を叶えた、勝てばもっと良かったですが、でも、まあ、夢を叶えたってことになるのではないでしょうか。まあ今日の世界ミドル級王座統一戦、感動するご機嫌な試合でしたね。まあ村田選手、これからもまた頑張ってほしいなと思います。まあ日本でこのアリーナですね、あれいっぱい、私もあの会場行ったことがあるんですね。実は全国レギュレーション大会の記念大会をあそこでやりました。まあでもそれでもですね、大きすぎて会場半分にして半分でレギュレーション全国大会をやった思いがあります。それをもう全部満員にして最高のファイトでした。ごきげんよう。